ビーチバレー競技のユニフォームの多様さは、パリ五輪でも大きな話題を集めた。では、トップカテゴリーではなく、日本の学生ビーチバレー界ではどうなっているのだろうか。その現状と変化を、指導者、選手、そして保護者の声から考える。全2回の初回、様々な形のユニフォームが存在し、エッフェル塔スタジアムを彩ったパリ五輪のビーチバレー競技。ビキニ、ショートパンツ、ロングスパッツ、インナーウェアなど選手の意思によって自由に選択し、ユニフォームにおける世界の潮流を示してみせた。その流れは、かつてユニフォームがビキニ一択だった日本国内の学生ビーチバレー界においても、確実に浸透し始めている。日本国内で最初の高校女子全国選手権大会が誕生したのは、1997年。愛媛県で開催されてきた、マドンナカップ in 吉井、全日本ビーチバレーボール高校女子選手権、だった。全国大会といえど、国内のビーチバレーの認知度は低かったこともあり、第1回は28チームが出場。2000年代前半頃までは、丈の長いトップス、短めのスパッツなどの着用も許容されていたが、2000年代後半に入るとトップスは大会の公式ユニフォームを着用し、セパレート型のビキニ一択に変わった。